ブランニューヘビーズはアシッドジャズ及びファンクの音楽グループである。1985年にロンドン郊外のイ、e、ーリングで結成された。ブランニューヘビーズは1980年代にブラザー・インターナショナルというインストゥルメンタルアシッドジャズグループとして結成された。彼らは最初のレコード契約の後、ジェームス・ブラウンが彼のシングルのライナーノートで、 ミニスター・オブ・ニュース・パー・ヘビー・ファンクと称されていたことからヘビーズという名前を冠し、現在のグループ名となった。ブランニュー・ヘビーズとして、彼らはロンドンのクラブシーンで熱烈な支持を得てからすぐに、クラブのレアグルーブを受け継ぐアシュッド・ジャズ・ミュージシャンとして、クルテンポ・レコードと契約することになった。1990年にジエラルースをリードボーカルとして、エディ・ピラーの アシットジャズレーベルで初レコーディングを行い、シングルが一通気部をクルテンポレコードからリリースしている。1990年、アシットジャズレコードと契約し、ブランニューヘビーズが決定的な賞賛を得ることとなったアルバムブランニューヘビーズをリリースした。ついで、クリサリスレコードの一部門と契約すると、アメリカではデリシャスバイナルレーベルによって販売されることとなった。そして、 デリシャスバイナルからメジャーデビューしていたエンディア・ダベンポートがメンバーとして加わり、彼女をボーカルとした、ファーストアルバムブランニューヘビーズの再販バージョンがリリースされた。シングルドリーム・カム・トゥルー、ネバー・ストップおよびステディス・ウェイはヨーロッパおよびアメリカでヒットし、後に MTV のヘビーローテーションを見たダグラス・ゲイトンによってミュージックビデオが作られた。ニューヨークでの MC サーチよびや、 ドライブコールドクエストのーティップとの共演によって彼らはヒップホップの要素を取り入れることを思いついた。セカンドアルバムヘビーライムエクスペリエンス v o l 1はギャングスターのグール及びファーサイドとのコラボレーションを含み大きな賞賛を得た。この作品では女性ボーカルの曲は含まれなかった。1994年コリン・レスターとイアン・マッケンドリューの ワイルドライフエンターテイメントのマネージメントの下、ブラザーシスターをリリースした。そして、エンディア・ダベンポートは、彼女のソロアルバムを完成させるため、しばらく、ブランニューヘビーズのボーカルを抜けることとなる。このアルバムには、多くのシングルが含まれている。マリア・マルダーの真夜中のオアシスをカバーしたものは、US バージョンのアルバムには含まれず、UK でヒットした。 1997年のアルバムシェルターでは、サイダ・ギャレットがメンバーに加わった。このアルバムには、ジェームス・テイラーのヒット作であるキャロル・キング作曲の、You've Got ンド Friend も含まれているが、この曲もまた US バージョンのアルバムには含まれなかった。このアルバムには、ヒットシングルサム・タイムズも含まれている。サム・タイムズのリミックスは、Qtip がラッパーとして参加している。2000年、 ブランニューヘビーズはベストアルバムトランクファンクザ・ベスト・オブ・ザ・ブランニュー・ヘビーズをリリースした。このアルバムではカーリーン・アンダーソンがいくつかの新しくレコーディングされた曲のボーカルを務めている。2003年には様々なボーカリストを迎えた日本限定アルバム We Want Stop を2004年にはイギリスの歌手ニコール・ルスをボーカルとして迎えたアラバッシー・ファンクをリリースした。 2006年4月、ブランニューヘビーズは再びエンディア・ダベンポートをボーカルに迎え、以前のデディシャス・バイナルレーベルへ移籍した。ニューアルバム・ゲット・ユースト・ツー・イットは2006年6月27日に、スターバックスと CD ショップから販売している。このアルバムは、ニューヨークとロンドンでレコーディングされ、リードシングル・アイドン・ト・ノー・ホワイが3月初旬にリリースされた。このシングルは、 少ししてから、トム・マルトンにリミックスを依頼して、トム・マルトンミックス版がリリースされた。同年、ジャンプ・エムーブが2006年の CG、アニメフィーチャー映画ハッピー・フィートのサウンドトラック及び2004年のゲーム NBA ライブ2005のサウンドトラックとして使われた。2006年の終わりには、ツアーライブを行った。2009年10月、ブランニュー・ヘビーズは、 ライブアルバムライブインロンドンをリリースし、2010から2011年に2つのニューアルバムをリリースする計画を発表した。1つ目のヘビーライムエクスペリエンスボリュームには1992年のヘビーライムエクスペリエンスボリューム1の続編となる予定である。ディジー・ラスカルとルーツ・マヌーバがこのプロジェクトに参加すると噂されている。2つ目のアルバムは 2006年のゲット、ユースとツーイットに続くエンディア・ダベンポートがボーカルのものとなる予定である。これらのアルバムの正式な発売日は未定である。ありがとうございます。